艦一更新準備。準備をしている間、太鼓の演奏を聴きいただきます。入場してまいりました北海自衛隊鼓は、登別市に所在する幌別駐屯地の第13節軍の隊員で編成しています。昭和40年にクラブ活動として創設し、今年で59周年を迎えました。地域住民との交流、隊員の士気高揚を目的に、勤務時間外や休日に練習を重ね、力強さと総整備により自衛隊流の打法を試行錯誤の末確立し、全国の自衛隊太鼓の総本山としてリーダー的役割を果たしています。毎年11月に開催される自衛隊音楽祭りには、唯一昭和45年来現在まで51回連続出場し、全国の自衛隊太鼓チームと共演するとともに演奏指導も実施しています。それでは本日の太鼓演奏メンバーを紹介いたします。まずはじめに、在部歴28年北海自衛太鼓第7代リーダーを務めます石中博樹総長です。続きまして、屋敷智博一等在部歴27年、小杉亮二等在部歴25年、北本淳之介市長在部歴3年、鈴木悟3等在部歴9年、田口宗志さん等在部歴8年、林雄貴さん等在部歴6年、加藤健太さん等在部歴13年、米山海さん等在部歴3年、早川博之さん等在部歴14年、永田匠さん等在部歴9年、神山雅俊等在部歴3年、山本幸介2等在部歴10年、最後に最右翼で上りを持っておりますのは、森本俊市長
在部歴2年以上の14名によりただいまから太鼓演奏を実施していたします。演奏曲は栄光の SL です。どうぞお聴きください。終了いたします。
から関越行進を行います。関越行進中は大変危険ですので、絶対にロープから前に出ないようお願いいたします。行進する部隊順序は、関越部隊指揮官、第3施設団本部自治体、第12施設群、第13施設群、第14施設群、第105施設機材隊、第303ダンプ車両中隊、第101施設直接支援大隊、第7後方支援連隊、第2整備大隊、第3戦車直接支援中隊、そして第73戦車連隊です。関越間相談、関越行進。最初に行進してまいりましたのは、関越部隊指揮官、第3施設団副団長、倉本浩二一等陸佐です。恵庭市の東南恵庭駐屯地に所在する第3施設団本部自治体です。市長は自治会長小田信也一等陸尉です。3両目の赤表記を掲げ行進する大型車両に設置されているシェルターは、機動指揮者としての機能を保つように、車内における非幕僚活動や部隊とのテレビ会議等の通信を行うことができます。続いて行進してまいりました部隊は、岩見沢市の岩見沢駐屯地に所在する第11施設群です。指揮官は軍勢山下達治一等陸佐です。6両目の赤表記を掲げ行進する丸柄機動支援橋は、81式自走合衆橋の後継として第3施設団に新たに装備され、作戦新規の河川等に敷設して戦車等を通過することができます。続いて行進してまいりました部隊は、登別市の諸別駐屯地及び福知山町の福知山駐屯地に所在する第13施設群です。指揮官は運長橋本孝之一等陸佐です。ここで行進する重要式人体機械戦闘機は、大学からの敵の道路等を合格するため、敵側の赤い海中の地雷面を構成する戦力両部下です。続いて行進してまいりました部隊は、上富良野町の上富良野駐屯地及び釧路町の釧路駐屯地に所在する第14施設群です。指揮官は軍長川端純一一等陸佐です。
場します。続いて行進してまいりました部隊は、当南アネワ駐屯地に所在する第105設置大隊です。時間は大正高島英二勝利者です。続いて行進してまいりましたのは本部自治体です。機関は自治隊長名谷高博一等陸尉です。3両目の赤表記を掲げ行進する大型ダンプに牽引された野外水部1号は、災害派遣や防災訓練などでも活躍し、1台で700人分の食事を準備することができます。は座長中隊です。指揮官は中隊長カリア中隊一等陸尉です。2両目および3両目の赤表記を掲げ行進する車両が設置されている調節および動力ボートは、救命指揮所を行進するための機材であり、一つで後方地域の河川に橋を行進し、重車両を迅速に動かさせるために使用します。特殊機材中隊です。機関は中隊長麻生綾乃一等陸尉です。2両目の赤表記を掲げ行進するトレーラーに設置されたアスファルトフィニッシャーは、道路のアスファルト舗装における除雪作業に使用します。
続いて更新してまいりましたのは本部管理中隊です。指揮官は中隊長高橋康弘一等陸尉です。3両目の赤表記を掲げ更新し、新潟市警察中隊長は管理中隊および官営機関講談、はい、続きまして音楽演奏をお聴きいただきます。本日演奏をする第7音楽隊を紹介します。それではまた。第7音楽隊は昭和34年